こんにちは。大阪府堺市美光社の書道赤みさきです。本日は2023年度の J 書道コンクールの小学4年生の課題、要項をわかりやすく書きながら解説していきたいと思います。半紙は1回、えー、2回、3回、4回広げていただいて、 16等分になるように折ってから書いてください早速書いていきたいと思います隅はしっかり根元までつけていただいて穂先はピンピンに綺麗に尖らせて剣を作るようなイメージで書いてくださいでは書いていきます1画目とね2画目はつながらないように1画目2画目しっかり分けてください 中心線よりも少し左側からスタートします。斜め45度に筆を入れます。1、2入れたらぐっと上に上がります。しっかり角をつけてから内側へシュッ。次は今つけていただいた角の下ぐらいまで出すように お腹をぐっと出して、真ん中の線越えたら、ぴょんと跳ねます。いきます。スッと入って、お腹を出して、中心線越えたら、1、2、止めて、真横に跳ねるイメージです。ぴょん。こんな感じです。いきます。次は三角目ですね。三角目も先整えていただいて、この 真ん中、この線ありますよね。この線を横を通るようなイメージでまっすぐ長く下へ下ろしてください。いきます。1、2、まっすぐまっすぐ長く下ろします。長くですね。1、2、止めてゆっくり戻します。次、火という漢字を書いていきます。火も、ここの、 角と同じぐらいの高さから中心を通って1、2、まっすぐ下ろしてください。ストップ、この辺でストップですね。火の2画目はぐっと上に上がってしっかり角をつけてから下にまっすぐ下に下ろします。火の上と下上下の空間は必ず同じ広さに 広さで作っていただきたいので、ちょうど真ん中から1、に筆を立てて細めに最後しっかり留めて戻します。下を出していただきたいので、ちょっとこの下よりもちょっと上から1、2と押さえてぐっと上がってください。1、2止めて戻す。はい、次は長い横隔なんですけども、 この角はだいたい中心あたりからスタートします。いきます。斜め45度に筆を入れました。入れたら上にぐーっと上がってください。上がって、止めて、戻す。はい。次は払い。この払いは小里編に向かって払います。ここでも1、2、しっかり押さえてから内側へ払います。 はい。で、えー、この角なんですけども、今上に書いていただいた、大角まで、ぐ、大角の周筆、最後の同じ長さまでぐっと上がって、同じ位置まで来たら角をつけてください。いきます。1、2、ぐっと同じ位置まで上がって、角をしっかり1、2、 ここ大事です。角をつけたら、内側へ入れます。内側へ入れてから、1、2、止めて、ぴょんいけましたかはい。二角の払いがあるんですけど、この払いも、今払っていただいた、こちらと同じ方向に向けて、小里編に向けて払ってください。いきます。1、2、 12空間しっかり開けてくださいね12はいでは光を描いていきます光はですねこの「ように比べると画数がすごく少ないので一画一画を力強く太くしっかりと描いてくださいそのためにも隅はしっかりつけましょう1画目いきます 中心よりも気持ち上からスタートします。1、2、ぐっと押さえたら、下にまっすぐ向かって、止めてあげます。次、光の2画目いきます。1、2、押さえたら、力抜かずそのまま下に引っ張ってください。次、3画目は、斜め45度に筆を入れて、 この2画目よりも高さ、気持ち高めに高めの位置からスタートします。真ん中の線に1、2とぶつかったら内側に払います。1、2、3、4画目いきます。この中心線をたどって上に上に上がっていって止めていただくんですが、 この大角は長く描いてください。太く長く描きましょう。1、2、ぐっと上に上がっていきます。しっかり力を入れて、細くならないように、右肩上がりに描きました。収筆止めて、ゆっくり筆を戻します。払いは、この真ん中よりも少し左からスタートします。スタートして、 今書いていただいた大角の紙筆の真下あたりまで払いましょう。いきます。1、2、この力抜かずしっかり、だん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 この辺でゆっくり力を抜いてきれいに払います。最後ですね。今、ここで開けていただいたのと同じぐらい開けてから、 開けていただいて、スタートします。斜め45度に筆を入れます。1、2、気持ち内側に筆を下ろしてから、下まで降りたら、ぐっと思いっきり曲がって、真ん中の線を、この線を越えたら、1、2、止めて、ここは筆を押し上げてください。 真上ぴょん、跳ねました。だいたいここは90度になるように意識してみると上手に書けると思います。はい、陽うが完成しました。皆は書いていただけましたでしょうか参考になりますと幸いです。他学年動画も載せておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。 では最後までご視聴ありがとうございました。書道家のみさきでした。じゃあねー。バイバーイ。